はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエストモンスターズ浄化3プロフェッショナル続きをやっていきたいと思います。今回ですね、またねプレゼントコードでね手に入ったリスクがあるのでやっていきたいと思います。はい、というのがね、この管理端末 9-484 なので、これはねドラゴンクエスト10とのねコラボで、ドラクエ10の中でねキーエンブレムというものがあるんですけど、それをね入手するというのがね、1個入手するというのがね、条件ですね。なので、それを入手すると、ドラクエ10のね、サイトで手に入ります。で、プレゼントコードがね、もらえるので、それをね、入力して手に入れる感じですね。まだキャンペーンやってるのでね、3月2日から、ね、入ってくるような感じになってますのでね。これは年末まであると思いますので、まあ、いつもゲットできると思いますね。ドラクエ10はね、結構時間がかかるので、まあ、3時間、2時間、3時間ぐらい、まあ、考えた方がいいかもしれませんね。はい、管理端末9484を倒しましょうということで行ってみます。あー、いますね。これなんかあれですよね、まあ、自分ドラケ10バージョン1までしかやってないんで、まあ、新しい方でしょうけどね、もうなんかクロノトリガーっぽいような感じしますけどね。これ最初管理端末9484ってこれ何なんだろうと思って、名前なんですね普通にね、これね、まあ、そういう番号のまだね未発表のモンスターがいるのかなとかね、なんかそういう感じかなと思ったんですけどね、まあ、違う感じで、なのでとりあえずねワールドいるのでワールドでやっちゃいます。2枠なんですね。結構硬いね。お、羅刹山。始まりの守護者がついたんでね。はい、テンション。悪夢の呼び声。あ、行きました。はい、手に入りました。やはりね、スキルがついているので、これもね、紹介していきます。ランク S なんですね。はい、今のでね、こう物質系だったので、伝説の物質使いが入りましたね。すべての物質系モンスターを仲間にしたものに贈られる称号ということでね。はい、ではね、管理端末9484、紹介していきます。HP がね、1900ですね。最高2000なので、S タークがね、2000とかなんですね。なのでね、トップクラスですよね。ほぼトップクラスですね。MP がちょっと少ないですね。390ですけどね。MP、アップ、SP とかね。そういうのつけたりとかね。自動 MP 回復、MP 消費半分とかね。まあそういうのつけるとね、いいかもしれませんね。攻撃力は810あります。守備力高いですね。1150あります。なのでね、アイアンゲーザーとかね、そこら辺でしょうね。で、素早さと賢さが低いですね。580と460なので、どっちかといえばね、守備力が高くてね、HP も高いので、イッタブルですね。イッタブル。こうね、拷問をイッタブルっているんですけど、ブレイクモンスター。これがね、HP とね、守備力が高いので、まあ、こんな感じかなと思いますけど、こっち2枠なんでね、AI2 回行動。MP も高いですよね。で、攻撃力は、ね、350、素早さ300低いので、まあ、そこら辺はイッタブルに比べたらちょこっとね、高いかなって感じはしますけどね。ぶつけですね。なのでね、その分、まあ、他低くなってもいいから、ね、守備力高くしてほしかったなーってのもありますけどね、攻撃力がね、その代わり810とかあるので、これも何気にね、ちょっと高い数値なので、でね、単位化末9484のスキルがついてますし、特性のね、暴走兵器とかもついてますので、攻撃力がね、上がっていきますよね。なのでね、まあ、使いようですね、これもね、いいかもしれませんね。特性メガボディ。2枠ですね。で、先手ハンター。暴走兵器。
AI1 から2回コードついてます。でギガボディで時々リバースついてますね。リバースはね、あの遅い順番のね、遅いものが先にね動くとね、だから行動が早いからがね遅くなりって感じですね。それで小ギガボディで全ガードプラスあります。そしてね、このプラス値に行動遅いってついてますけど、まさにこれですよね。一番最後に行動するので、リバースかけてるので、一番最初に動けるので、これね、超行動早いっていう、まあ、特性もあるんですけど、それするとね、他の誰よりも早くなるんですけど、まあ、弱点がね、結構多くなっちゃうので、まあ、それを回避できて、まあ、時々リバースついてたらね、まあ、使いようによっては本当にいいですよね、これもね。あと、帯電体質、ライトメタルボディがついてます。ライトメタルボディつけたらね、ステータスは若干低くなるけど、守備力とか高くなりますよね。そんな感じですね。遠い異世界の楽園で月を管理するロボット。あ、そういう話なんだ。複数のモードを切り替えて、排除対象に攻撃を仕掛ける。なるほど。なのでね、またね、ドラクエ10ちょこっとね、やり出したので、まあ、暇あればね、ちょこちょこやっていてね、ここまで来たらね、まあ、自分も理解できる日がいつか来ると思うので、まずね、バージョン2までやってないのでね、モンスター仲間入るとかね、そこら辺も自分あまりよくわかんないですよね。まあ、他の配信で見たりとか、まあ、動画で見たりとかしてね、またやろうかなーとか思ってた感じなので、とりあえずね、まずジョーカー3をね、やり込んでるので、まあ、じゅんぐりじゅんぐりやっていこうかなーとかも思ってますね。はい、こんな感じです。回転してますね、これね、くるくるね。これなんだろう、ネジ？ああ、本当に見るからにこうデザインもそうですし、RPG でね、クロノトリガーってあったんですけど、そっくりなね、ロボットがいるんですよね。自分使ってたんですけどね、それもね、かなり好きなんでね、色といいね、本当にそっくりですよね。はい、ではね、スキル紹介していきます。管理端末9484。覚えるスキル、流星、瞑想、リベホイム。自動 HP 回復、浪費の魔法陣、シャイニング棒、自業伝員。攻撃力プラス24、守備力プラス48。興奮の叫びなんかありますね。あ、いいですね、これね。結構いいですよ、これ。モンスターによってね、まあ、使いどころとかね、付けどころとか間違えなければ、もうかなり役に立つと思うんですけど、自動 HP 回復をね、まあ、ちょうど付けたくてね、攻撃力と守備力も付けたいなーって時とかね、まあ、そういう時もいいですしね。はい、ではね、合体見てみましょう。合体特技。雷雲将来ついてますね。敵を選ばず4回連続で雷系のダメージを与える。おー、そしてオーバーチャージついてますね。合体特性。消費する MP が2倍になり、与えるダメージが 1.5 倍になる。これもね、1.5 倍何気にバカにできないのでね。ただ、消費する MP が2倍になりって書いてますけど、MP 少なかったですよね。なので、まあ、MP をね、まあ、どんだけ温存するかとか、そこら辺をね、ちょっと考えたような配合をしていかないと難しいですね。作るのは簡単ですけどね。その後ね、やっぱ特性とか、まあ、考えていくのがね、やっぱ時間食ったりするのでね、使っていくとしたらね、またね、ちょっと後になると思うんですけど、まあこれも使えるときには使っていこうと思います。面白そうですね、ロボットメンバーとかね。これとサンチョと、まあサンチョゼロとかもいいですよね。最後の楽園とかついてるので、ね、やられたとき全員生き返らすのでね。まあそんなやり方もありますね。はい、ではね、カラーリングいきます。なんで、もともと黄色なのでね。あ、やっぱり。この色もこの色でね、クロノトリガーって前に紹介したんですけど、ロボットがいるってね。この色のロボットもいますね。未来にいましたね。あー、どうなんだ、目の部分が変わってんのかな。一番下はちょっとわかりづらいんですけど、他の色にしたらちょっとわかるかもしれないですね。はい。もう全身的に変わりますね、これね。はい、こんな感じです。一番下はどこなんだろう。まあ、見えない場所なのかな。はい、紫色です。はい、ではね、次緑色いきます。あ、いいですね。はい、じゃあね、紫に近いピンク色。こんな感じですね。はい。黄色に黄色足したらどうなんでしょう。あんまり変わんないですね。ちょっとわかりづらいですけどね。ほとんど変わんないですね。はい。黄色にするともう全身。こうね、もともと黄色じゃなかった部分までね、黄色くなりますね。
はい、水色っぽいね。青っていうか、どっちかっていうと青に近い水色ですね。はい、次完全なる青です。はい、ブラック。黒いいですね、これね。まあ、パワーアップしてるような感じですよね。あ、一番下の色、体の真ん中の色かな、今気づいたけど。あ、でもあんま変わらないですね、他のやつだったらね。白だとどうなるんだろう。あ、これいいな、真っ白ホワイトボディ、ね、こんな感じです。白ですね。はい、付け根の部分がね、若干真っ黒なんでね、他の色だとあまりよくわかんないですよね。色が変わりづらい感じですね。やはりね、まあ、ロボットなんで、ここのね、センター街がね、崩落都市がね、一番ね、無難ですよね。しっくりきますよね。ハンマー攻撃しますね。動き的にね、そんな速くはないんですけど、まあ、2枠なんでね、大きいですよね。ま、いましたね。セルギーナス戦ってみましょうか。はい、なので、ライドしまして、ライド合体。守備力高いですね、1386。はい、合体。雷雲将来とかもあるのでね、やってみましょう。お、暴走兵器。攻撃か、攻撃メインだもんね、そうだよね。行動遅いがついてるので攻撃は遅いですね。おお、楽勝ですね、もうね。はい、ということでね、今回これ終わりたいと思います。カインタマス9484はね、ドラゴンクエスト10のコラボなのでまだ手に入りますのでね、まあ、じっくりね、ゆっくりやっても手に入ると思いますので、またね、これを使わないと手に入らないモンスターとかいるので、それはね、また後の動画で紹介していきたいと思います。で、ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。